東京オリンピック開幕まで今日で残り1ヶ月。大会成功へ向け準備が進む各所の動きを取材しました。東京で決まりました。日本中が沸いたオリンピック・パラリンピックの東京開催決定。あれから8年、最後の1ヶ月、都民国民の皆様の一層のご理解を得て、安全で安心な大会を開催すべく準備に努めてまいります。その準備の一つがこの決定でした。会場内での飲酒について検討中としていた前日から一転、観客へのアルコール飲料の販売提供については、大声の抑止、安全な誘導の実現の観点や現在の一般ルールに鑑み、専門家の助言に基づき感染拡大の防止を図るため、競技会場内においてはアルコール飲料の販売をやめ、飲酒を禁止することを組織委員会として判断をいたしました。国民の皆さんに不安ですとか、そういったものが あるようなことがあれば、そこはやはり、断念していかなければいけないと。また、共に東京大会開催へ向け力を合わせてきた小池知事の入院については、一日も早いご回復を祈っております。まずはしっかり回復に専念いただいて、また本大会に向けて一緒にラストスパートを切りたいというふうに思っております。開幕まで1ヶ月を迎え、競技会場周辺の宿泊施設では対応に追われています。区内に8カ所のオリンピック会場が設置される江東区のホテルでは、これまでにオリンピック期間中、大会関係者や観戦客の予約が半分ほど入っていました。そして大会組織委員会などによる観客を入れて開催する方針の決定を受け、オリンピック期間中の宿泊受付を昨日から再開しました。コロナ感染拡大防止をいかにしていくかということが最優先だと思いますけれども、ホテルとしてやはりそのホテルのご利用の需要をですね、ある程度その取り込んでいくということでございますので、実際にそういったリスクとそれからメリット、この辺の部分をうまくですね、優先順位をつけてやらざるを得ないのかなというのが現状でございます。一方で感染状況が悪化した場合には無観客に転じる可能性も視野に入れ、対応を考えているといいます。その時の状況に応じて切り替えていくということで、ある程度こう予知して進めていっている状況でございます。やはり無観客ということであれば、やはりそういった需要が低下していきますので、その期間のやはり販売のご料金だとか、あとそれに付加するいろいろ飲食含めた提供の仕方、この辺を変えていかざるを得ないのかなというところですね。自治体でも急ピッチの作業が行われています。大田区ではこちらの総合体育館を含めた4つの施設でブラジルの選手団を受け入れる予定で、今区は対応に追われています。東京オリンピックブラジル選手団のホストタウンである大田区、来月中旬からバレーボールやレスリング、テコンドーなど6競技の選手団を受け入れます。しかし、受け入れをなぜするのかということだったりとか、受け入れ辞退すべきではないかというようなお問い合わせもいただいています。感染拡大の懸念を持つ区民から受け入れに関する問い合わせがあるものの、区はブラジル選手団の意向を受け、感染対策を強化した上で受け入れることにしました。感染対策をしっかり取った上で実施をすれば、感染が拡大していくような状況ということは起こらないだろうというふうに考えているので、受け入れをするということで判断をしています。そこで区は選手やスタッフらに毎日 PCR 検査か抗原検査を行うほか、区のボランティアがボール拾いをするときは手袋をするなど、きめ細かい感染症対策と
区民への説明を検討しています。地域の集まり等がありますので、そういったところに出向いてですね、具体的なそういった感染対策であったりということを説明をさせていただいたりしてですね、まずは一番身近なところの方々にはしっかり説明をしたいと。迫る安全安心を目指す東京オリンピックの開幕。街の人たちはどのように感じているのでしょうか。オリンピックに観客に行った人がその直行直帰って多分しないじゃないですか。気持ちとしては見たいですよ。見たいけどもちょっと怖いね。いやまだ注射打ってないんだ。楽しみ、楽しみですね、はい、できればやってほしいと思ってました。コロナとのやっぱりその対策との比較でやっぱり人の命が優先とったんで、ちょっと難しいかと思ったんですけど、一応やるってことになったんで、僕としては良かったと思うんですけど、ただちゃんと対策をして、感染が広がらないようにしてもらいたいと思っています。感染拡大に対する懸念の声もある中、東京オリンピック開幕まであと1ヶ月となりました。